あなたの言葉は夢を殺す作業だなぜあなたは夢を諦めたなぜあなたは他人を妬むなぜいい年して不毛なアンチ活動に励む答えは分かっているだろうだったらなぜそれを子供たちになぞらせる逃げるな今この国に足りていないのは希望だ希望を持つためには夢を語りお金を学ぶ必要がある子供はもちろん 子供に背中を見せなければいけない大人もだ。耳障りのいい話はしない。夢をつなぐための本当の話をする。君の未来を殺したのは君自身だ。そして君は君の周囲の人間の未来も殺している。知らないものを否定するな。中身を確認せず批判を繰り返せば必ず疾病返しが来る。それが人の命に関わっている場合もある。 高価格帯の商品をなくしてしまうと待っているのはお金に余裕がない人からお金を取る世界だ。君がそんな残酷な世界に用があるのであれば僕からお話しすることは一つもない。ただ君が弱い人に優しい世界を望むのであれば料金に対して正しい知識を仕入れるべきだ。自分の労働力に頼る、自分の体に働かせるという固定観念を外さないことには始まらない。 これまで当たり前のように捉えていた自分の体に働かせる、たくさん売る、が僕らを苦しめていたのだ。たくさん売ることができない現代を生きる、僕らの一つの生存戦略として、自分以外の何かに働かせる、たくさん売らなくてもいいビジネスモデルを構築する、といった、脱労働集約型、脱完全思考は頭に入れておいた方がいい。大切なのは、自分の資源、 お金と時間をどのように分配するかだ。君の人生はこの資源の分配に尽きる。資源の分配を制した者が勝ち、資源の分配を考えなかった者が負ける。それ以上でもそれ以下でもない。これが現実だ。母が無知だと病気になり、父が無知だと貧乏になる。という言葉がある。この言葉を聞いて耳が痛いのなら真理だ。貧乏とは何か 一言でまとめるのは難しいけど、無理やりにでも一言でまとめるならば、選択肢がない状態といったところか。貧乏になると一食十の選択肢が減り、貧乏になるとインプットの選択肢が減り、未来の選択肢が減る。ではなぜ貧乏になるのか。これもまた選択肢が問題で、厳密に言えば、お金を作る選択肢が少ないから貧乏になる。 お金を作る選択肢が少ない人間はお金を作る選択肢の少なさに無自覚だ。だから少ない手札をやりくりして漏れなく貧しさに向かう。無知の知とはよく言ったもんで、まずは自分が知識を持ち合わせていないことを知ることが重要だ。一日でも早く学び、一日でも早く勝て、二十代で生まれた差は一生埋まらない。三十代は二十代で勝った者同士で手を組み、 20代で負けた者同士で手を組むことになる。40代は30代で勝った者同士で手を組み、30代で負けた者同士で手を組むことになる。当然、与えられるチャンス、使える人脈、そして、使えるお金には差が生まれる一方だ。世界は、最初に勝った人間をひいきし、最初から持っている人間をひいきする。学校じゃ教えてくれないけど、これが世界の断りだ。 後から取り返せると思うな。一日でも早く学べ。人生の努力量を百とするなら、その百は均等に振り分けるのではなく、人生の前半戦に努力を集中投下し、初戦を取れ。近くに子供がいるなら、このことを教えてあげてほしい。君の周りにはドリームキラーがいる。君の夢を阻む人間のことだ。ドリームキラーは、 君のことを妬んでいたり、恨んでいたりする人間だけではなく、君のことを愛している君の友人や、君の家族であるケースが少なくない。あなたのことを思って言っているの、というあれ。連中には悪意も自覚もない。よくわからないなら調べればいいのに、それはせずに君のブレーキを踏む。これだけ猛スピードで、時代やルールが変わっているのに、過去のやり方、 過去の道徳観を君に押し付け、君のブレーキを踏む。これまで一体どれだけの夢がお金の知識不足、お金の古い固定観念で殺されてきたのだろう。仲間や親や先生に殺された夢がどれだけあっただろう。夢か、金か、という議論を君の周りの連中は繰り返すだろう。耳を傾ける必要はない。あんなのは全て寝言だ。 夢とお金は相反関係にない。僕らは夢だけを選ぶことはできない。お金が尽きると、夢は尽きる。これが真実だ。お金の問題から目を背けるな。家族を守りたいなら、チームを守りたいなら、お金について話し合う時間を作れ。父親なら、母親なら、先生なら、子供たちにちゃんとお金の話をしろ。 自分もわからないなら、そのことを正直に白状して、子供たちと共に学べ。そして、誤ったお金の知識、誤ったお金の道徳感で、子供たちの夢を殺し続ける、こんな世界を終わらせろ。最後に大切な話をしておく。君に夢はあるかやりたいことはあるかまあ、ほとんどの人が、特にないと答えるだろう。勘違いしちゃいけない。 やりたいことはある日突然降ってくることはない。ある日突然モチベーションがムクムクと湧いてくることもない。いつだってやりたいことやモチベーションを生んでくれるのは小さな結果だ。アクションを起こして小さな結果が出た時にもっと結果を出してもっと気持ちよくなりたいという気持ちが生まれ、それがやりたいことやモチベーションにつながる。とりあえず。 始めてみないことには何も始まらない。だけど、とりあえず始めてみるには、お金がかかる。お金がなければ、とりあえず始めてみることもできない。これが現実だ。お金がない。お金の知識がない。お金を作る選択肢が少ない。これらがもたらすダメージの大きさを知れ。これらが生み出す世界の小ささを知り、自分はまだ何も知らないということを知れ。 話はそれからだ。繰り返す。時間を作ってお金の話をしろ。家族で、チームで。君がお金を汚いもの、癒しいものとして扱う限り。君の周りには同じようにお金を汚いもの、癒しいものとして扱う人間が集まってくる。お金に対して誤った知識を持った人間が集まってくる。そのコミュニティの中で生きる限り。 未来の扉は開かない。そのコミュニティの中で生きる限り、君は大切な人を守り抜くことができない。優しい人になってください。そのために正しい知識を仕入れて強くなってください。僕は次があるのでこの辺で、これから君が歩く夜道を少しは照らすことができたかな。どうだろう。またどこかで感想を聞かせてください。君と。 君の家族の幸せを心から願っています。頑張ってね。